グーファンタジーラジオ。はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。はい、2年ぶりに人と遊んだっていう話。2年ぶり、長いよね。2年ぶりだよ。あのね、まあ幼馴染と遊んだんだけど、まあその幼馴染とはその小さい頃、本当に子供の時から大人になってももうずっと一緒に遊んでたのさ。互いにね、社会人とかになっても本当ずっと遊んでたんだけど、まあ向こうが結婚してで、千葉かなだったかな、千葉の方に行って、でなかなかまあ会えないじゃない。で毎年その正月明けぐらいに帰ってきてて、その時に一回遊ぶとかそういう感じだったのさ、ここ最近は。で去年向こうが帰ってこれなくて、でなんやかんやで、まあ、2年ぶりに俺が人と遊んだと。まあ他のねお友達とかと遊べばいい話なんだけど、俺友達が全くいないから。でまあ幼馴染としかもう全然遊ばないからさ、なんやかんやでその2年ぶりって形になっちゃったのさ。でね、2年間人と遊ばないと不思議なもんで、何着てっていいかが分かんなくなるの。何でもいいじゃん、その服なんて。何でもいいでしょ。ただ何でも良くないの。なんでか分かんない。俺の言ってる意味も分かんないと思うけど、俺だって俺も分かんないもん、なんでそういう風になっちゃったのか。何着てっていいかが、まあ、結局、スウェットとジャージっていう自分の中の3軍の服にしたけど、迷ったの本当に。その1軍の服を着ていくべきかとか、けど1軍ってなるとデートの時じゃん。みんなあるでしょ、1軍2軍3軍ぐらい服あるでしょ。まあ、結局俺は3軍を選んだんだけど、あとね、遊ぶ上で財布どこだっけなんて財布探したあのね、俺本当に、ね、基本財布持ち歩かないの。必要なお金を全部ポケットバンって突っ込んで終わりの人なのね。ただその遊びに行くとなると財布が必要じゃん、なってくるじゃん。財布どこだっけなって、まず財布を探した。2年ぶりに自分の財布見ても、あ、こんなんだったなって。いや、なんだろう、そのね、幼馴染と、まあ、男の幼馴染なんだけど、ただ遊ぶってだけで妙に張り切っちゃうの自分が。それも恥ずかしいの。いや、その張り切ってる自分を隠したいがために3軍の服を着たりもしたんだけどね。なんかそのね、ただ遊ぶってだけすごいその俺の中の計算があったの。いや、なんだろうな、遊んだ方がいいよ本当に。人とは変になる自分がドキドキしたもんドキドキした。まず張り切ったし、ね、まあ、カラオケに行ったんだけど、カラオケに何か持ってった方がいいのかなとか、そういう余分なこと考える。余分でしょ、カラオケでしょ。そのまま行けばいいじゃん。今日そのまま行けないの、なんか必要になるんじゃないかって。結局これ なぜか知らないけど、俺箱ティッシュ持ってったもん、いつ鼻水が出てもいいようにって。でその準備をめっちゃ怠らないところ、余分でしょ。余分なこと超するから、2年間人と遊ばないと。マジでね、人と遊んだ方がいいけどね。俺ね、遊びたくないんだよね人とね。めんどくさいんだよ、人とつながり持つことが。とってもめんどくさい、っていう話。いや、ただ本当にこう、なんだろう、人と遊んだ方がいいな、つながりは持った方がいいなというのは思った。なんか自分が変になってる感じはしたもん、っていう話でした。はい、終わり。またな。